満員電車で通勤、酷暑の日も雨の日も風の日もお客様を訪問してきました。お客様に少しでもお近づきになるため多くの企業の皆様を訪問してきました。しかしせっかくお時間をいただいてもお客様に十分にメリットをご説明できないこともありました。ようやくお客様とお打ち合わせできるようになり、理想的なデジタル化のあり方を描くワークショップを企画。でも会議室はいつでも予約でいっぱい。大事なお客様をお迎えするのに適切なサイズの部屋が予約できません。やっとの思いで受注を獲得。でも契約書には押印が必要です。お客様に何度もお時間をいただいて捺印いただく必要がありました。COVID-19 の流行でこれまでの当たり前は通用しなくなりました。しかし制約はクリエイティビティの母。こういう時期だからこそできることはないか、私たちは考え、そして実行しました。まずは作戦を考えます。ハーモニーで現在の営業活動の状況を見てみると、新たなご提案活動に支障が出ていることが分かりました。他国のビジネスオペレーションと連携すると他国でも同じような傾向が出ていることが分かりました。そこでまずは社内 SNS ジャムで各国や部署を横断した実践例を集めました。デジタルでお客様訪問する際にビジネスにふさわしいバーチャル背景を設定すること、そこにメッセージを込めること、また QR コードを埋め込むことで自身の名刺情報に連携させることが可能など、豊富な実践例とコンテンツを集めることができました。さらにご紹介する価値のある事例ビデオなどを探します。こうしたデジタルツールは私たちの代わりにお客様を訪問してくれる私たちの顔になるためとても重要なのです。アイリスという電子版の名刺機能でお客様にご挨拶するとともにデジタル化の価値をご説明するビデオをお送りします。 LinkedIn などの社外プラットフォームを活用します。そうこうするうちにお客様からご連絡がありました。サプライチェーンの現場に関する深い知識が必要となる質問です。そこで再び社内のピープル機能を利用します。これは社内版の履歴書で、社員が自分のこれまでの経歴などを本人の了承する範囲内で公開するものです。過去物流企業で働いていた従業員を見つけることができました。ドイツ本社の従業員でしたが、お客様とのオンラインミーティングに同席してくれ、お客様にもご満足いただけました。時差はあれど距離は関係ないのがデジタルのいいところです。これからの新しい組織は階層型ではなくフラットなネットワーク型になっていくと言われています。このような仕事上のネットワーキングを支援する仕組みは、今回のように総戦力が必要となる事態にはとても頼りになります。訪問の反応はクアルトリックスで分かりました。説明はよく分かったものの、自社での適用イメージが湧きにくいというフィードバックです。そこでそれを一緒に考えるワークショップをご提案してみました。提案は通り、お客様から自社のデジタルサプライチェーンを一緒に考えてほしいと言っていただくことができました。これまでなら大きな会場を用意してデザインシンキング手法を用い、コラボレーションをしながら要件を探っていくという方法をとっていました。デジタルでも諦めません。私たちはミューラルというオンラインホワイトボードと Zoom というオンライン会議ツールを併用し、オンラインでもこうした共同型ワークショップを提案。すでにお客様と何度も実践しています。オンラインホワイトボードであればすでにデジタル化されていますから、競技結果の共有も即時に行え、非常に効率的になりました。さて、お客様からご契約をいただくことができました。ここでもデジタルです。契約書印の代わりに電子署名を活用します。メールからサイン完了までなんと全部で4クリック。こういう事態だからとこれまで電子署名や管理に消極的だったお客様も受け入れてくださいました。実は収入印紙が電子サインであれば不要になるので、全ての契約書の収入印紙代を考えただけでもとても大きなコスト削減につながったという嬉しい副産物もありました。このように私たちはデジタル化のチャンスを見逃さず、この厳しい状況に挑戦しています。そして私たちは皆様の挑戦をご支援させていただきたいと考えています。独自サインを採用し、効率化やコスト削減による守りの戦略を図りながら、サクセスファクターズやジャムで人のつながりや社内タレントを事業推進にフル活用。 Zoom やミューラルなどを使ったオンライン会議で御社におけるビジネス課題を題材にした上級編へのチャレンジを SAP と一緒に体験してみませんか。弊社における S4 や CX の活用などをご紹介します。自社の姿、ビジネスの状況をリアルタイムに正確に把握することにより打ち手が増えること、素早い意思決定につなげられることなどを弊社のエグゼクティブの言葉でお伝えします。